ケア教のレッツ解除。本日は円牌のご利用者さんのベッドから車椅子への移動です。本日もケア教メンバーのつもりさんに教えてもらいましょう。今日のテーマは円牌です。円牌についておさらいをしたいと思います。円牌とは胸椎が前に倒れることで背中が丸くなって前傾姿勢になっている状態です。視界を保つために顔を上げるため顎が突き出てしまいます。もともと人間の胸椎は前に倒れており、緩やかな S 字カーブを描いた形で体のバランスを保っています。そのため胸椎は前に倒れやすく、後ろに倒れにくい性質があります。様々な要因によって円牌になりやすいです。円牌の方は褥瘡を起こしていることが多いんですよね。そうですね。円牌の方は自由に体を動かすのが難しいので、血行が滞りやすく、褥瘡を起こすリスクが高まります。褥瘡を起こす理由は次の通りです。1つ目、自分で寝返りを打つのが難しいので長時間同じ姿勢を取り続けるため。2つ目、丸まった背骨が突き出ていて座位や行外で体重による圧がその部位にかかりやすいため。3つ目、正しい姿勢を取るのが難しいため座位では仙骨座りになって尾骨に圧がかかりやすいためです。特に出っ張っている背骨に沿って皮膚の発赤や褥瘡が起こりやすいです。では円牌の方のベッドから車椅子への移動をやってみましょう。まずはダメな例です。では最初ですね、このベッドの高さですね、ご自身の腰が痛くならないように上げてやっていただくのがいいんですが、起こしていきます。よいしょ、よっ。このように今ちょっと落ちそうになったんですけど、円牌の方は前傾姿勢で顎を突き上げた姿勢なので前後の体重移動がうまくできず、前方や後方へバランスを崩しやすくなっています。ずり落ちからの転落や転倒につながりやすいので注意をしましょう。それでは今度ポイントを気をつけていただきながらちょっとやるので、もう一回寝てください。では、ベッド上での介助で気をつけたいポイントは次の通りです。1、体重移動を伴う動作ではベッド柵や手すりにつかまるように声かけをしてください。で、今ちょっと見やすいように柵外してるんですが、本当はここに柵があると思っていただければなと思います。で、2つ目ですね、介助者の手を要介助者の脇の下に入れて、もう片方の手は腰に手を支えてバランスを崩さないように支えてください。介助者はベッドからの転落予防に配慮した立ち位置を心がけつつ、ご自身で行えることは積極的に行ってもらい、筋力の低下を防いでくださいというところで、ではちょっとポイントに気をつけてやってみます。じゃあまずですね、起き上がる時とかもしっかりと支えながらゆっくりですね起きてもらいます。で、起きた後も手を離さず支えていただくのがいいです。あと必ずこうご利用者様の前に介助者がいるっていうのも大事だと思います。あとは車椅子を近づけていただいて、はい、脇の下に手を入れて、じゃあ立ちますね。1、2、3。で、この時も、ちょっと円牌なのであまり深く座れなかったりとかするんですけど、ちょっと気をつけていただきつつ後ろに引きます。よいしょ、こんな感じです。車椅子に座っていただいた後のポイント、クッションを使うんですよね。はい、そうですね。この円牌の方は背骨がやっぱり出ているので、ここにどうしても車椅子の圧がかかりやすくなってしまうので、こういった小さいクッションとか、小さいのがなかったらバスタオルを丸めていただいてとかでもいいと思うんですが、この背骨、よいしょ、両側ですね、ぐいぐいと入れていただいて、このような形で、この背骨、真ん中のところは空間ができるように入れてます。で、あともう一つ、このように U 字になっているクッションは、前にこう行き過ぎてしまう方だったりとかは、これ使ってもらった方がいいかなと思うんですけど、よいしょ。で、このように前にクッションをやっていただくのも一つの方法ですね。最後に車椅子でのポジショニングの NG を教えてください。座面が深い椅子や車椅子に浅く腰掛けたポジショニングは避けていただいた方がいいです。首を前に突き出し、骨盤の後ろ側にある仙骨部後面に体重をかけた仙骨座りになってしまうので、仙骨座りは褥瘡が発生しやすくなるのでやめていただいた方がいいです。
特に年配の方は丸まった背中に体重をかけることで背もたれに圧迫された背骨に褥瘡ができやすくなります。背中の筋緊張や腰への負担が大きく圧迫骨折を起こす可能性もあります。さらに筋力が低下して姿勢を維持するのが難しい年配の方は椅子や車椅子からのずり落ちもしてしまう可能性もあります。なので年配の方は適切な座面の大きさの椅子や車椅子に深く座ってもらいましょう。ぜひ注意してみてください。今回は年配の方を想定したベッドから車椅子への異常、そして車椅子の時のポジショニングについて解説をしました。ケア協ではこんな解除術たくさんご紹介していきますので、こうした解除方法も知りたいというものがありましたら、ぜひコメント欄やケア協の LINE にお寄せください。それではまた次の動画で。さようなら。さようなら。